こんにちは、ライムです。今回もですね、またハデスカップですよ。もう4日連続ハデスカップ動画上げてますけど、はい、昨日のですね、1から5まででとりあえず一通り1から15まで全ての動画が撮り終わったので、はい、まだクリアしていない方とか詰まっている方はそちらを参考にしていただければなと思うんですが、今回はですね、特にね、ハデスカップの中で難しいとか、詰まる人が多いところであるこの12のクラウドとあと15ですね、こちらの編成を、まあ、いろんなやり方、あくまで前回の動画は一通り1回ずつ1つだけの編成でやってきたんですけど、今回はねクラウドに関しては4つかな、4つクラウドが4つよ3つか4つで、で15がですね2つかですね、2つずつというような感じでやっていきたいと思います。で一応縛りというか、縛りに関してはですね、前の3つの動画と変わらず EX メダルなし、それから回避 0.2 なし、あとバーストなしという括りで全部やっていきたいと思います。ただしですね、2つずつと言いましたが、残りのねクラウドの2つ、残り2つについては、まあ、エキシビジョンマッチというか、あこういう要望でやってみてくださいとかっていうのがあったので、そちらをやっていきたいと思います。はい、そちらに関しては、まあ、EX メダルとか普通に使うので、はい、とりあえず最初のね2つをメインですねやっていきたいと思います。まずねこれなんですよ。はい、これがね防御デバフ1段階しか持ってないっていう人向けの編成。前回のね、前回というか最初にやった動画ではですね、ウィズダムホーム使ってやったんですけど、あれ防御デバフ2段階じゃないですか。今、ガチャで引けますけど、持ってない方も結構いらっしゃるので、はい、防御デバフ2段階持ってない人はじゃあどんなデッキでクリアできるのって言ったら、このデッキでクリアできるんですよ。パッと見どう見てもクリアできなさそうなんですけど、ちゃんとできます。これもねしっかり考えましたよ。まず1枚目がナミネ、これ別にスキルは何でもいいですね。まあアビプランがまあいいかな。うん、で2枚目のイラカイリーがラストリーブ2、ラストリーブは必須です。でラストリーブに関しては今日新たに始まった、アバターボードでも買えるので、ラストリーブ2は買ってください。絶対必要、これから、まあ、何にしても保険としても絶対使えるので、ラストリーブ2は持ってて損がないです。必須ですねクラウドでは。で3枚目がねプーフレンズです。これはまあつむつむで引いた人も多いんじゃないかと思うんですけど、これ一応アップライトで、赤のアップライトで合わせてあるんですけど、これプーのフレンズじゃなくてもつむつむメダル3種類のうちどれでもいいです。別にここ火力は別に関係ないので、ダメージが1だったとしても別に、ただのこれ防御デバフとあと攻撃回数ですね、攻撃回数の兼ね合いで入れてるだけなので、つむつむのメダルは全て攻撃回数6連続で全部一緒なので、別にこれで大丈夫です。で4枚目がアクセル HD、 これ一応アビプラ XL で、あすいません、アビプラ L なんですけど、で攻撃力プラス1000の覚醒がついてますけど、これは別に XL にしていただければ火力としては一緒なので、別にあれかなって言っても普通のアタック L で十分だと思いますよ。メインはねパートナーのセフィロス EX で攻撃していくことになるので、確かねちょっとまだ余力があったような気がする。うん、で最後がキアとエアですね。これアタック XL ついてます。うん、これをアクセル HD コピーするという感じですね。なので、自前のデッキでですね防御デバフが3段階で、パートナーのセフィロス EX で4段階までいくという感じですね。うん、でまあ本当にねこれで大丈夫なのかよって思われる方いらっしゃるかと思うんですけどね、このデッキ、パートナーのセフィロス EX まででちょうどね攻撃回数がクラウドのカウントダウンである35にぴったりいくんですよ。
はい、攻撃ちゃんとカウントに合わせたデッキ編成なのでこれでいってみましょう。まあ、前回の動画でも言ったんですけど、あのね、やっぱ敵の癖というか特性を理解して組むことが必要ですね。パートナーはセフィロス EX です。セフィロス EX はですね、アビニエンアタック XL がついてるかな。はい、まあ、セフィロス引いてる人はパーティーに少なくとも1人ぐらいはいるでしょうね、確率高いので。で、基本的にはもう1ターン目からスキルは全ぶっぱです。スキルじゃない、アビスキーは全ぶっぱでいきます。まあ、デバフがまだ少ないので全然ダメージ1なんですけど、これで全然大丈夫ですよ。はい、でセフィロス EX と、ここね、運ゲーなのはラスリブでそのまま発動しなくて負けても死ぬし、あと麻痺ですね、強切りに麻痺がついてる時があるので、はい、どっちも大丈夫でしたけど、その時はまあ何回かまあリセットしてやり直してください。2ターン目はね、ちょっとアビリティゲージがちょっと足らないところがあるんですけど、そうだな、セフィロス EX は絶対使いたいので、セフィロス残してあとスキルもう1個いけるかぐらいですけど、一応これアクセル HD にアビプラつけてるので、他のメダルにもアビプラがあればもうちょっと余裕ができますね。発動しなかったな、これ1回発動しないとちょっときついかな、これじゃちょっときついか、もう1段階デバフが欲しいか、あ、ちょっとこれダメだったわ、これはやり直しましょう。アクセルのアビプラが肝だわ、このデッキだと。アクセルのアビプラが発動しないと7段階までいかないんだね、今やって気づきました。この編成だとアビプラ1枚は必須だ、最低1枚は必須かな。うん、発動した。もしくはあれですね、アクセル EX、 あ、違う、アクセルにアビエチエン与えるとかでもいいかもしれないですね、キーアとエアとか、それなら勝てるかも普通に。全ては私となるの、とりあえず防御7段階デバフまではいきたい。オッケーオッケー、これで使えますね、ちゃんと。これでセフィロスがそこそこ火力が出るはず、これで倒せるはず。全ては私となるの、はい、倒せました。というような感じでちゃんといけます。リタイアしますけど、ちょっと消費ゲージがゲージの関係で回復するのめんどいんで、でも今のように濃厚でちゃんと勝てましたよね。はい、アビプラが必須でしたね。うん、まあこれこの編成で、防御デバフ2段階なくても勝てます。ちょっと言い忘れましたけど、カウントをね、ゼロにした状態でクラウドの、ターンを迎えるとですね、なんと持続するんですよ、クラウドにかかってるデバフが。なんでそうなるのかはちょっとよくわかんないですけど、きっとね、多分ターン終了とカウントダウンが重なることで、まあ、同じターンが継続するっていう設定なのかな、設定というか仕様なのかもしれないですね。その仕様を利用したやり方なんですけど、だから、1ターン目で防御デバフが4段階までしか張れなくても、2ターン目に7段階まで落とすことができて、パートナーのセフィロス EX でとどめをさせるということです。はい。続きまして、2つ目の編成ですね。2つ目はね、ノーツかな。ノーツ。これ。これも同じく防御デバフ2段階ない人のためのデッキですね。こちらもですね、一緒です。やはりカウントダウンを35に持ってくっていう組み合わせですね。
これもね本当にぴったりいくんですよ。ぴったり35なんですよ。これも結構考えましたけど、うん、今行くぞカイリ。これ空イラスト2なんですけど、これは別にスキルとかギルドとか一切別に関係ないですよ。ノーツなんで、このアクセル ACD もそうなんですけど、どっちにしろ倍率出ないんで、別に無凸でも全然いいです。全然構わない。ただ防御デバフ要因と攻撃回数のためだけに入れてる感じなので、こちらのボンドについても一緒ですね。無凸でもいいです。全然いい。はい。ただ必須なのはイラカエリのラストリーブ2。まあイラカエリじゃなくてもいいんですけど、ラストリーブ2は必須だと思ってください。はい、ここねベルエンビーストとかだとダメですね。リセットしちゃうので。イラストベルエンビーストあったでしょ、先週の収穫金メダル。あれではダメです。イラストカイリーにしてください。カイリー 0.2 持ってない方はね、もしくはセバスチャンとかで。最後がナミネ。こちら先ほども使いましたけど、こっちはルクアテエクセルですね、積んでます。これでねパートナーのセフィロスをコピーしていくという感じです。ナミネとねパートナーのセフィロス EX だけで倒すという感じかな。はい、こちらでいきましょう。こっちの方がねさっきよりは余裕があるかな。自前でセフィロス使えるのはでかいので、パートナーはセフィロス EX ですね。いきます。うん、これはねもう普通にアビリティをただぶっ放していくだけです。全てのアビリティを使ってください。今行くぞカイリ。俺は何度だって連れて帰ってやる。ナミプラ発動した。確か余裕あった気がするんですけどね。ナミネの消費ゲージゼロってとこがでかい。はい、これでちょうどカウントがゼロになります。麻痺も大丈夫ですね。あとラスリーブクレア。オッケーオッケーオッケー。ああ、やっぱ消費ゲージちょっときついか。消費ゲージがちょっときつい感じですね。なので、これはアビリティ一つだけ使う感じがいいベストかな。うん。これででもちょうどぴったりだね。1個使えば。エアーとアクセル HD を飛ばしてですね、これで防御デバフ。ナミネで7段階になるので、全ては私となる。余裕余裕、まだ全然余力がありますね。これ全ては私となる。はい、ノーコンクリアです。ということでリタイアします。回復するのが面倒なんですよゲージ。はい、勝てましたね無事。やっぱナミネはね強いです。ナミネ持ってる方はノーツの方が使った方が楽ですね、セフィロスコピーの。はい、ということでですね、エキシビジョンマッチ、ツイッターでちょっと困ってる方がいたので、その人のためにやります。カイリー 0.2 と EX メダルがなくてですね、でも単体の防御デバフ2段階は持ってるよっていう人向け、これハイスコア イベントの報酬なんですけど、イラドナですね。イラドナじゃなくてもですね、あと空 SP バージョンだっけと、あとミキミニか、ミッキー&ミニもあるんですけど、3種類あるうちの1つ、ミッキー&ミニでもちょっといじればいけます。うん、ちょっと攻撃回数だけ気をつければですねいける。これもねやっぱ先ほどとまあ一緒なんですけど、クラウドのカウントをしっかり合わせてあげると全然これでいけますね。やっぱり単体で4段階いけるのでこっちの方が全然楽ですけど、はい。でブギーです。ブギーはコピーですね。これコピーメダルなら別にブギーじゃなくても全然大丈夫です。ただその人に合わせてます。で3枚目がアクセル HD、 先ほどと同じですね。これアビプラ積んでますけど、で最後のねイラ王なんですけど、これがね4回攻撃で、イラ王に関してはもう本当にただの攻撃回数の頭合わせ、数合わせで入れてるだけ。イラ王である必要は全然ないですね。これ別にイラ王のバフとか火力には全然期待してないので別にいいです。はい、これでいけますよ。うん、やっぱねカウントを合わせるってところが肝、クラウド戦においては。パートナーはセフィロス EX でいきますよ。
これゲージどうだったっけな、ちょっとまあまた考えながらやっていきますけど、とりあえず1ターン目は全部アビリティブッパーです。イラドナなんて全然使ったことないですね僕。アクセル HD がね何気に攻撃回数が多くて助かったっていうところがある。まあ防御デバフも結構入れてるんで普通にイラオウでも火力が出ますね。全ては私となるのだ、うん、でここでお運がいいね、麻痺にならない。オッケーオッケー。でイラ返り発動してですね、今防御デバフすでにこのクラウドが6段階かかってるのでイラドナとかあえて使う必要ないですね、消費ゲージの関係で。別にここはブギーも別に大丈夫かな。アクセル HD 使って俺は何度だって連れて帰ってやる。でイラをそら、まあ全然余裕ですね。あと敵の HP9 ですよ。でセフィロス EX、 これでもうオーバーキルでしょ。全ては私となる。60万全然余裕だ。30本ぐらい HP25 本くらいあっても大丈夫なので、イラを別に本当にいなかったね。イラをじゃなくても全然大丈夫だわ。はい、ということで、まあ本当に何度も言ってますけど、クラウドのカウントダウンに合わせてください。ミッキー&ミニーでもねいける。イラドナがね確かこれ攻撃回数8回だっけ、何回だ、8回だね。8回のブギーでコピーしてるんだけど、これをね、コピーする相手をアクセル HD にして、これでミキミニにしてあげれば確かいけたはず。ミキミニどこだ、ミキミニさんがいたよ、これだ。はい、でこれがね、アクセル HD の攻撃回数が確か13回だったから、13回でブギーでコピーすると26回、でカイリで27、セフィロス28で、ミッキー&ミニーがいくつだろう、5回くらいだった気がするな。5回だ、5回。なのであとここの1枠に2回攻撃のメダルを入れてあげればそれで OK。 2回攻撃のメダルなんてあったっけ、まああるよね、何かしら。追撃でもいいよ、追撃でも大丈夫、ポンゴとか、うん、ポンゴの追撃でも全然大丈夫だし。これで一応防御デバフ自前で、1ターン目でセフィロスまでで5段階いくから、まあ余裕だよね、こんなんでいいと思う。はい、ということで、次はね15か15をやっていこうかな。一応でもあれもやっとこうか、普通にガチでやるとどうなるかっていうやつ、こんだけいろいろ考えたけど結構ね普通にガチでやるとマジ簡単だから、クラウドは一番簡単じゃねえかなってぐらい簡単に蹴りがつくんですけど、まあちょっと大人げないというか、別にそんな動画やっても誰も得しねえってことでやらなかったんですけど、これでね普通に自分僕が使ってる編成でいくとですね、ここ回り 0.2 を入れて、それからこっちだね、こっちのナミネを入れてリズダム、これでいくと本当に確か自前だけで終わった気がする。これ使うともうしみじみね、やっぱセフィロス強いなって思うんだけど、まず手前の3枚で防御デバフもう7段階まで入れちゃいます。でセフィロス EX、 全ては私となるのだ。自前の5枚だけでも型がつきますね、これだと。はい、っていうだけ、別に何の面白みもないけど、一応こういうやり方もあるよというか、普通にやるとこうなりますというだけです。で続いてですね、15
うん、ここ苦戦してる方まあ多いよね。確かに強い、これは苦戦するわというとこなんですけど、まず何からやっていこうかな。フェンリルかな、これこちらの編成がですね、前回1回やったんですけど、その時の動画だとね、リク 0.2 を使ってたんですよ。このソライ X じゃなくて、キーアとナンバー10が入っているところをリク 0.2 でやってたんですけど、僕のリク 0.2 をよくよく見たらですね、あの覚醒で地上エネミー防御マイナス 60% がついちゃってて、真似、まあ、できないよねということで、あの改めてこちらのキーアとナンバー10を入れた編成でやってみようじゃないかと。ちょっとですね、その時は確か、ソラオーケストラバージョンじゃなくてハチミツプーか、ハチミツプーとか使ってたと思うんですけど、全く同じでもつまらないのでサンタ使ってみます。はい、今までの僕の動画では一度もサンタは使わなかったんですけど、サンタがねやっぱ結構強いんですよ。うん、とりあえず順番に説明していこうかと思うんですが、まず1枚目、これは先ほどとずっと同じのナミネですね。はい、これスキル枠がねもう死んでるんですけど、倍率出ないしアップライトだしマジックのということでね、これねスキルはねできればガードスキルとか、あとアビプラ系のスキルがいいと思います。うん、推奨で。2枚目がサンタクロースですね。こちらがですよ、全属性防御バフ でさらに3ターン持続で、それで単体攻撃っていうのも結構ポイントですね。今回のイベントではね、あのカウントダウンが厄介な敵が多いので、単体攻撃がかなり有効。取り巻きの2回攻撃のカウントをやろうにもね触れずにいけるので、15に関しても、うん、他のハデスカップ動画ではね本当使わなかったんだけど、ハイスコアメダルっていうのもあったんで、サンタがあるとすごく楽で、スキルはですねガードアップ L 以上がいい、できれば XL、 L で確か耐えたような気がするんですけど、 XL の方が安心だよね。はい、で3枚目はラストリーブのイラスト乖離です。で4枚目も、イラスト乖離、こちらは、消費ゲージを気にしてアビーチにしてます。はい、で最後にキーアートナンバー10、これねちょっと覚醒で追加攻撃と攻撃力プラス1000ついちゃってるんですけど、追撃のアビはまず使わない方向でいくので、でそれとですね攻撃力プラス1000についてはですけど、僕のねこのキーアートナンバー10のスキルがルケール 100%、 要するにただのアタックエールなので、皆さんもし真似するんだとすれば XL をつけてもらえれば全く同じ火力が出ます。ほぼ同じ、全くというかほぼ同じ火力なので XL つけてください。多分ね普通にアタック L でも大丈夫じゃないかなっていう思いますけど、はい。でパートナーはセフィロス EX ですね、これで。はい、これがねやっぱすげえ運ゲー超運ゲーですけど、結構ね死ぬ要素が多い。やっぱ完璧にね安定するってことはできないですよね、15は。本当にとんでもない課金者でもない限りは。はい、でパートナーは相変わらずセフィロス EX でいきます。マジでハデスカッパーセフィロス EX とセフィロス EX ゲーだね。はい、でこれねまず注意してほしいのですね、これ右下にいるエメラルドソナタですね。エメラルドソナタのカウントダウンが3なので、まず単体攻撃でエメラルドソナタをのカウントダウンを誘発します。これでまず先に回復させちゃいます。先に回復させておかないとですね、キーアートナンバー10のあたりに回復されたりとかちょっとわけわかんないことになっちゃうので、これで回復される心配なかったのでちゃんと打っていけます。はい、で追撃は使わないので、でそれからですねセフィロス EX、 これで取り巻きのザクは倒せるはず。全ては私となるのだ。うん、倒せたね。でここまず1回目はラスト死にます。え、発動しねえのかよ発動しねえのかよ。今のところラストリーブで耐えるとこなんですけどね、まあ、こういうとこでもう早速運ゲーが始まってるんですけど、はい、ラストリーブもね 100% ではないので、
これ根気ですよ、ひたすら皆さん根気ですよ、根気との勝負。これ一応動画ではそのうち本当に長くなりそうだったらカットしますけど、スキップします。とりあえずラストリーブぐらい発動してよ。全ては私運ゲー、全然このラストリーブは第一関門ぐらいですからね。これが第一関門、こっからですよ。え、嘘だろ、なんで発動しない。え、ラストリーブついてるよね。2回連続発動しないって相当運悪いな、マジで。 13% を2回連続で引いてんのか、運悪っ。全ては私となるのだ。さあどうかな。 OKOK、 やっと発動した。でラストリーブ発動してとりあえずアビリティを使っていくんですけど、攻撃する相手はですね、ネズミにしてください。このデッキ、まあ、見ての通りなんですけど、アビリティゲージ要因を一切入れてないので、入れてないのはですね、このネズミラッシュラットを叩くと結構アビリティプライズ出してくれて回復できるんですよ。ゲージ回復1回につき1ぐらい回復するので、うまくやればゲージ回復要因なしでいけます。なので入れてないという判断なんですけど、ちょっとね後半やっぱりゲージがカツカツになっちゃうので、どれかのメダルにアビプラを入れた方がいいかなと思います。コピーメダルか、キーアートナンバー10かがいいかなという気がしますね。はい、でとりあえず一応ねこれはどんどんスキルを発動して、アビリティを発動させていきます。とりあえずね敵の数を減らせば減らすほど運ゲー率が下がるので、まずねワイリーバンディットを倒したい。早めに倒していきたい。でここがね超運ゲーなんですよ。ラスリブから生き残ったらここが第二関門で、ここでガードエクセルがねいっぱい発動しないとほらこういう風に死ぬんですよね。ここが運ゲーです。ここが一番の運ゲー。あそこさえ乗り越えられればだいぶ楽になるという感じなので、ちゃんとそこを突破したところまでスキップします。ちょっと頑張ってきます。全ては私となるのだ。おお、耐えた、来た。ちょっと他のところに目が行ってたけど、来た来た。まひったけど、これ結構これで勝率がちょっと出てきましたね。勝てそうな気が。まひでどこまで止まるかですね。おい、まだまだまだいけるな。これでワイリーバンディットは仕留められます。オッケーオッケー。これで死ぬ可能性がだいぶ減ったぞ。あとは消費ゲージとかの戦いかな。耐えてくれ。おお、耐えた耐えた、いいぞいいぞ、耐えた耐えた。これで属性防御バフは何段階だ今。6段階までいってる。これちょっとゲージ怖いね。ゲージが怖い、どうしよう。ゲージ怖いな。ちょっとイラカエリアちょっと様子見るか。キーアートナンバー10もどうしようかな。いいか、キーアートナンバー10は使おう。 OK、 あとラッシュラットだけになった。これ次のターンでいけるんじゃない。これイラカエリ使ってもよかったかな。全ては私となるのだ。次のターンでいけそう。これで耐えてくれれば OKOK、 全然 OK。 今の感じだとエクセル発動しなくてもこの6段階バフならもう大丈夫そうですね。一応念のために使っておくけど、いいぞいいぞ。これセギロス X いけるだろう。全ては私となるのだ。やったー、いけたー。皆さんいけましたよ。ノーコンクリア見てくれましたよね今。
とりあえずね、消費ゲージもうすっからかんですけど、10回くらいやった気がする。まあガード XL1 個だけなんでね、やっぱ運ゲーになっちゃいますけど、一応この編成でもいけます。はい、ということで15のね、2つ目の編成いってみたいと思います。2つ目はですね、ノーツです。こちら最初のね、クラウドでちょっと使ったんですけど、ナミデでパートナーのセフィロス EX をコピーするというやり方で、ハチミツとハチミツくんとサンタクロースと、あとコピーメダルですね、これでサンタクロースをコピーしてやっていくということです。コピーメダルなら別に何でもいいですね。ナミネ2枚ある方はナミネの方ももちろん、消費ゲージの関係でそっちの方がいいですし、ブギーとか、あとキーアとカミング、ボントでもいいです。でイラカエリはバフ要因ですね、ラストリブンを積んでます。でですね、一応ね、これキーアとエアー XL ついてるんですけど、可能であればもちろんガードスキルとか、あとアビプラ系のスキルの方がいいです。ただそこまで1枚でもさっきクリアできたんで、一応ねガード XL2 つ積んでますけど、1つでも最悪1つでもいいです。ただまあ早めにクリアしたいんであれば、ガードスキルは積んだ方が安定はしますよね。消費ゲージも結構バカにならないので、何回も繰り返してると。はい、ということでいきます。パートナーはセフィロス EX ですね。あ、これね、一応ノーツ18なんですけど、覚醒がついてるんだ。覚醒でサンタクロースに、覚醒でアビリティゲージプラス2がついちゃってるので、そこはまあ、多分大丈夫だとは思うんですが、はい、とりあえずいきます。1ターン目はね、ハチミツプーは使わないでください。ハチミツプー使っちゃうと誘発しちゃうんで、周りの取り巻きのカウントダウンに。なのでサンタクロースとエアをですね、このちゃんとエメラルドソナタに当てていくということです。ハチミツプーは使いません。なのでね、先ほどのフェンディズと同じく、1回目はラストリーブでいいんですけど、2ターン目はね、ちゃんとガードスキルが発動しないと死にます。ここが運ゲーですね。同じく、うん、でラストリーブ発動してくれれば、はい、ここからですね、ここからはハチミツくんも使って大丈夫です。これでバフがね、もうここで何段階だ、6段階ぐらいここでもういっちゃうんじゃないか、4段階か、まあ時短か、時短からさらに6段階までアップするのかな。うん、全ては私となるのだ。やっぱ自前にセフィロスがいることによって、ここでワイリーバンディットが死ぬので、だいぶ楽ですね。運ゲー率は先ほどよりも低いかと。とか言いつつね、全然スキル発動しねえの。こういうことですよ。はい。これをやっていくだけです。はい。使っちゃったよ、結局ジュエル。くそ。使う気なかったのに。ちょっとね、今、ボナタイとかもあるじゃないですか。豪華報酬集にこれ来てんの、ちょっときついですよね。はい、ということで、先ほどの2ターン目ちょっと勝てそうなところまでまた例によってスキップしていくので、よろしくお願いします。おお、耐えた耐えた、来た来た、これですよ、これを待ってた。まあ、こんだけバフ、おお、ああ、麻痺が麻痺が麻痺が、全ては私となるのだ。よし、これでネズミ1匹に3匹か、ネズミ3匹になったぞ。これでもう安定感あるはず。あ、普通に耐えるんだね。ガードスキルなくてももうここまで来れば耐えるんだ。防御バフちゃんと貼れば、これでもう結構勝ちが見えてきた気がする。あー、ちょっと消費ゲージえぐいな、これ。消費ゲージがえぐい。今サンタじゃなくてエア使ってればよかった。あとは消費ゲージとの戦いか。全ては私となるのだ。ちょっとえぐいな、ちょっときつくなってきた。全ては私となるのだ。次のターン、これで耐えてくれれば勝ちだな。おー、オッケーオッケー。今ガード XL 一回発動してくんなかった、負けてた。これもう大丈夫かな。プーとか使わなくても多分いけるよね、いけると思う。
俺は行けると信じてる。全ては私となるのだ。オッケー、勝てた、イエーイ。ということでノーコンクリア。15、2つやってみましたけども、さあいかがでしたかね。ちょっとね、僕編成ちょっとナミネ使ってることが多かったりするんですけど、ナミネじゃなくてもね一応いけるはず。このノーツに関してはナミネじゃないと、まあ、絶対他のメダルじゃ代用できませんけど、フェンリルでやった編成に関してはナミネである必要はないですね。コピーメダルなら大丈夫です。はい、高2とかでもですね、アビーチとかつけてもらえれば消費ゲージの方はまあクリアできるんじゃないかと思うので、はい、他でアビプラとか用意していただければですね大丈夫だと思います。はい、とりあえずこれでハデスカップは終了かな。もうやれるだけのことはやったよね。うん、クラウドも5つの編成でやって、15も3つの編成でもやったんで、あと、まあ、また皆様からねまだ要望があれば全然やりますので、どうしてもここクリアできないとかっていうことがあればですね、本当ツイッターの方まで全然相談とかしてくれれば、答えられることであれば全然答えますので、はい、よろしくお願いします。こんな感じかな、とりあえずハデスカップ、まあまだ2週間あと10日か、あと10日間あるので、今週はねとりあえずレイドに集中して来週から頑張るっていうのも全然ありかと思いますね。うん、消費 AP がねちょっと5使うんで、何回もやってるとマジでバカにならないからね。はい、で一応ね今日今夜の8時くらいなんですけど、今日から新たなアバターボードやら、新たなクエスト追加されて、あとフェアリースター、新キーブレードのフェアリースターとかの話もあるんですけど、それはまた次回の動画かな、次回の動画か、まあ、その次の次の動画あたりでまた話していきたいと思いますので、ご興味のある方はまあ